試食などにはすごくこう、こうこだわられたのかなと、ご著書を読んで思ったんですが。それはね、試食というのはね、はい、私はその美食家でも何もない、自分でね。何もないけれど、やっぱりね、おいしくなかったら、みんなお客さんが買ってくれないだろうということでね、そうするとまず自分で食べてみて、美味しいと思えるかどうかということ、うん、だから例えば途中でね、ざるそばあるでしょ、ざる、はい、そばをね、あれすると、私は生まれがたまたま、まあ、長野信州なんでね、そば、はい、所なんですよね、で、まあ特に我々子供の頃は戦時中だったりするから、まあ、そばとかそういうものをやっぱりたくさん食べたりしてると、味についてね、多少の、なんていうのか、美味しくないといけないというものがありました。そうするとね、ざるそばね、食べてみると美味しくない。ダメだと。で、何回言ってもダメです。ということで、ね、そうしたら、たまたまね、私の大学の時の同級で、同級でね、学生時代は全く知らなかったんですけども、彼が仕事をやりたいということで、じゃあそばとかうどんとかやったらどうだと言ったら、彼がものすごく熱心でね、それで、そばをこれじゃまずいよ、これじゃダメだよと言ってたらね、いいものを作ってくれた。だからね、セルフイレブンのね、今ざるそばっていうのは他のところのね、コンビニのざるそばとは全然違うはずだ。ところがね、それでそういうものを作ってあれしてね、ところがほら、一軒だけでじゃないでしょう、いくつものベンダー。まあ、そうですね。でしょ、そうすると、私がたまたま吉祥寺に住んだ。その吉祥寺の方はね、埼玉の方のベンダーが入れてる。それは美味しくない。で、美味しくないんで、どうしてこんなに味違うんだと、いうことをとことん詰めていったらね、やっぱり、まず機械が違うという。だったら機械で全部入れ替えさせなさいと言って、そしてその全国のそば の機械を全部入れ替えさせて、そういうことをやってきた。あらゆる商品でやっちゃう。またね、同じようなことを言うとね、そのチャーハンというのはね、まあ中華そば、中華料理屋で食べるチャーハンと、これはね、他 の, コンビニ、セブンイレブン以外のコンビニで食べるチャーハンと味が全然違うはずですよ。で、チャーハンというのはね、まあ家庭でもどこでも作りますよね。そうすると本当にやはり、その釜、鍋でもって、入れ上げてやるの味が違う、そしたらね、そんな大きな釜鍋でやることはないっていうんですよ、なかったら作りゃいいじゃないかというのが私の考え方で、チャーハンじゃもうやめなさいと言って、1年がかりでその大きなね、釜鍋を作って、そしてまあ本格的なものにすると、もういろんなことをね、そういう会話をどんどんやってきた。